エメルソン・フェレーラ・ダ・ローザは、ブラジル・リオグランデドスル・シューベ・ロタス出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは MF。ブラジルのグレムオにて頭角を表し、二度のリオグランデド、スル・シュー選手権制覇に貢献し、1996年全国選手権優勝の原動力となったことから注目され始めた。1997年に、バイエル・レバー,クーゼンへ移籍。 まだ21歳であったが、移籍後すぐに、レギュラーの座をつかむと1999から00、シーズンは5得点、10アシストの成績を記録し、チームを優勝争いに導くと、シーズン終了後に、ドイツ史上最高額となる1900万ユーロで、AAS ローマイ移籍。しかし、移籍直後に、左膝十字じ帯を痛め、2000から01シーズンの開幕から出遅れることになった。 約5ヶ月後セリエ A デビューを果たすと、ファビオ・カペットの信頼を受け、ローマの公守の柱、カペロ監督の頭脳として、リーグ優勝に貢献し、その後も、不動のボランチとして君臨し続けた。2004から05シーズンに、そのカペロ監督がローマからユベントスに移籍すると、フロントにエメルソン獲得を要求。多少契約時に問題が発生したが、 結局2800万ユーロの遺跡金で、ユベントスに移籍2006年7月19日、ユベントスから、チームメイトの DF、ファビオ・カンナバーロと共に、レアル・マドリードへの移籍が発表された。しかし思うような結果を出せず、推定500万ユーロで AC ・ミランへと移籍することとなった。しかしながら、レギュラーポジションを掴み取ることはできず、2009年4月に、 両者の合意のもと契約を解除。同年7月にサントス FC への加入が発表されたが、膝の手術を理由に10月に契約解除。2010年3月に現役を引退した。ありがとうございます。